リカちゃん、リカちゃんと楽しい家族。よし、最後の宿題は作文。テーマは家族についてか。リカの家族は、リカちゃん、ショッピングモール行きましょう。あらあら、お昼寝しちゃってるわ。ほんとだ。お、作文か。なになに、家族についてだって。すごい気になる。ミキも見たい。マッキも。勝手に見ちゃダメよ。ちょっとだけだって。ふむふむ、うちのママは。なに、近い。うちのママはとっても怖いです。みんなが悪さをすると素早く雷を落とします。わかる。こらこら、ミキちゃん、マキちゃん。パパ。ちょっとパパ、続きはなんて書いてあるの。パパはとっても心配性で寂しん坊です。その上ママには頭が上がりません。わかる。そんな。それと私には兄弟が5人います。その中でも双子の妹ミキちゃん、マキちゃんは暴れん坊すぎて時々手がつけられません。そんなことない、マキだって。リカちゃん、もしかして家族のこと嫌なんじゃ。あら、まだ続くわよ。そうなの。でもリカは知っています。ママはお仕事もお家のこともかっこよくこなして、家族みんなにとっても優しいこと。パパは誰よりもみんなのことを思っていて、とっても大好きなこと。ミキちゃん、マキちゃんが元気いっぱいでとっても可愛いこと。リカはそんなみんなが大好きです。リカちゃん、リカお姉さん、リカちゃん、リカちゃん。これこれ、下に落ちてたよ。はい。 あとさ、前から約束してたショッピングモール行こうか。好きなもの買ってあげちゃう。夕飯はリカちゃんの好物にしちゃう。え、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